さあということで今回なんですけど、ついにですね、念願のゼシカ編をちょっとやっていこうかなと思います。でね、ちょっとビビってちょっと怖くなって一応調べたんですよ。なんでか、なんでかっていうと、これセーブできてないじゃないですか。セーブできてないから、なんだセーブって、セーブできてないから、これもしかしたらあのね、なんか失敗したらまたラプソン倒さなきゃいけないんでと思って調べたらですね、怖いわこれ。あのね、なんかね、フラグがあって条件ですね。なんかさ、サーベルとの鎧ってあったでしょ、あれもらったイベントあったじゃん、あれをやらないとゼシカエンド行かないんだって。危なあれやばくね。まあ、でもあの、なんだっけ、これは多分ごめんなさい、ラプソンを倒す前のデータだと多分できると思うんだよね、多分ね。はい、だよね。だからまあまあ取り返しはつくと思ったらつけんのかな、ちょっとわかんないんだけど。まあということで、とにかくですね、この後になんかね、ちょ選択肢を俺いいえいいえにすると思ったんだけど、なんかハイハイにするとゼシカエンドになるらしいので、まあ早速まあ普通通りやって。あぶね、危なかったよ危なかったよ。やっと来たか、もう結婚式は始まってるようだぜ。どこだ、どっかで選択肢が出るんだ、どこだ。あ、ミーティアに言われるんだね。オッケーオッケー。どさくさに紛れて何かやらかしても大丈夫なんじゃねえかな。あ、なるほどね。オッケーね。やばい、セーブができないからちょっとビビっちったもう一回倒すとまで1時間かかるのかなと思ったら、これやばいなと思って。行こう。今日まで仕えてきた姫様の晴れの舞台に見れないなんて、何のためについてきたのかしら。あ、かわいそう。あ、いたなこいつ、おやーって奇遇だ、この親がちょっと腹立つな。ほら、ゼシカのフィアンセだったラグサットだよ。まあそれも昔の話だけどね、ははははは。そうそう、君たちは一緒に煉獄島に送られた二の大司教を覚えているかい。これがすごいんだごめんなさいちょっとかき抜かないごめんなさい、またもう何回それ言うの、ごめんなさい、すいません。これがすごいんだよ、なんと二の大司教新しい法王様に、あ、そっか、あいつ戻ったんだよね、そういえばね。どん底からの奇跡の復活。いや、人生ってのは何があるかわからん。あれ、落ちた時知らなかったんだね、じゃあね。なんだ、マルチェロさんがなんか裏でなんかやったのかもしれないね。助けたとか。見て、騎士団が当選もしてるの。大聖堂の裏に回って結婚式をこっそりの覗こうとしたのに。ここら辺か。この結婚式が終わるのも、たとえ巡礼であっても、大聖堂の裏に回ることもありなりません、だって。なんかさ、動画をさ撮り始めると突然さ、えへんむちがひどくなる時あるんだけど、これなんだろうなこれ何なんだろうな、これ花嫁が見たいのでおとなく正面に待ってなさい、時期にお出になるでしょう。さあ来た、イベントが始まる。まったく、あ、シャンプーハットだ。すごい人手だねこれじゃちっとも見えやしないよ。どうしたんだ、結婚式はもう始まってるのか。花嫁のミーティア様ってものすごく美人なんだって。あたしもあやかりたいな。わしは新郎新婦よりも新しい法王様を見たいですじゃん。しかしここじゃ何も見えん。おめでとう、おめでとう、ミーティア様。完全に踊ってるようにしか見えないおばあちゃん踊ってるよね、ステップを刻んでいるよね。かわいそう、ひどいだろ、ヤンガス。来てくれると信じていたでかすよ。信じていたでかすよ。こっちこっち。顔が、この顔、この顔初めてじゃない、見たことある、これ。さてと、ここまで来たら、あとはあの邪魔くさい見張りをどうするかでかすが。さあ動けるようになって、これみんな話せんのかな、話せない、この人だけか何をケチくさい、え、ケチね、私も中に入れてくれたっていいじゃないのよ。本当だよね、あいつね早くしないと結婚式が終わってしまうでガスよ。明日は特に覚悟がついているでガス。とにかく乗り込むなら今しかねえでガス。さあ行こう。戦うことになるんだったっけ。待て、それ以上近づいてはならん。両家の結婚式が進まれ、おとなしく待っておれ。それでもまさかお主、この結婚式に招待され、待った、入りいいのかこれ怖い、ちょっと怖いな。
これははいでいいんだね。オッケーね。ミーティアとのなんか言葉らしいね。この嘘つき目、すでに招待客は全員揃って大聖堂の中にいる。まさかお主腕つくでも中に入るというのか。見せてやろう俺の英雄の槍の。なんだと？あれ！体当たりじゃないんだ。パンチだったっけ？ここはあっしに任せて。兄貴は行ってください。パンチだった。あれはどう考えても体当たりだよね。うん、あ、待って。モリー、違うんだ。そっか、最初からモリーはいたのね。なぜ姫は来ない？ミーティア姫はまだか。花嫁奪還。何のつもりだ貴様。僕の結婚式を台無しにするつもりか。貴様ではない、勇者だ。クソ、今すぐそいつをつまみ出せ。これどうなるんだ。なんだったっけな。モリーがいたね。諸侯の皆々様方、失礼いたします。クラビウス王へ急ぎの報告があり参上いたしました。なんと、それはまことか。なんだ、今度はなんだというのです。父上、僕にも聞かせてください。花嫁が、ミーティア姫が逃げたそうだ。そっか、まずこれは逃げるのか。そっか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 。なんですと。なぜだ、一体どうして。そうか、そうだったのか。わかったぞ、お前だな。結婚式を邪魔するために姫を逃がしたのはそいつだ。今すぐ引っ捕らえろ。待てと。なるほどね。そこから先はこのモリーが通さ。プレステ版にさ、モリーいなかった。いたよね。いや、いなかったっけね。まあごめん、いなかったらごめんだけど。でもやっぱこういう後々こういうことしようっていうのあったのかな、やっぱり。さあ行けボーイ、このままわしに任せるんだ。これいたよね。なんか、あ、モリーだ、あのおじさんいるみたいなことをなんか言ったような気がするんだよな。まあ、勘違いって可能性は高いんですけどね。いつもの勘違い。よかった、無事だったのね。あれ、兄貴、姫様はどうしたんでげすか。結婚式はどうなったんでガス。おい、大変だ、急いで来てくれ。下でトロネオとミーティア姫様が兵士ともに囲まれているぞ。一体どうしたって言うんでげすかい。とにかく兄貴、急がねえとヤバそうでガスよ。ゲルダさんのセリフはないね。お前たち、そこを動くな。王族の結婚式で無礼を働いてただで帰れると思うなよ。ここは俺たちに任せろ。お前は姫様とトロデオを頼む。さて、もう一暴れしてやろうじゃないか。あ、毒針持ってんのかな、あれ。あれ、毒針かな、あれ。何持ってんだ、あれ。さあ、来た。あ、倒れてる。話しかけても返事はない。気絶しているようだ。さあ、行こう。あのさん、見かけによらず結構強いじゃないか。さすがに花嫁泥棒はおっさんじゃねえんだな。あ、カメラが切り替わらないね。クキュールで予想してた通り、やっぱり青さんは大聖堂に乗り込んだよね。だって、待っていこう。さあ、でもってどうなるんだ。あ、あったな、こんなシーン。強い、枝と斧だぞ。おお、いいところに来よったわい。お前なら来てくれると信じていたぞ。今すぐミーティアを連れてここから逃げてくれ。遅いんだわ、おお、シャム掃除なんぞに可愛いミーティアをやれんわい。遅いんだわ。もはや国のメンツなどどうでもいいわい。だからお前はミーティアを連れて逃げてくれ。ところで遅いんだわ。来た、ここからか。なんだ、どうなる。
王家の交わした古い約束に従っておとなしく結婚するのが運命なのだと諦めていました。かわいい、似合ってる。それが王家に生まれた者の定めなのだとミーティアはそう思っていました。でも嫌なものは嫌です。あんな王子と結婚するくらいならお馬さんのままの方が良かったくらい。よっぽど嫌なんだな。よっぽどもう生理的にってやつだな。やっぱり自分の気持ちは騙せませんわ。さあこの手を取って一緒に逃げて、ミーティアをここから連れ出して。あ、はいでよかったの。ちょ、違う、ミーティアだけが顔が赤い。これ今はいでよかったのかな。これいいのかな。やべ、はいを選んでしまったんだが、あれいいのか、これいいじゃないのか。あ、あれこれ本当合ってんのか。やめてくれよ、間違えたとかやめてくれよ。完全に俺と取り逃がしたのか。この役立たずどもが。いいのか、完全にハイを選んだ時にミーティアの顔がメスだったぞ。なんだこのざまは。聖堂騎士団はデクノボーの集まりか。ならば今すぐ追いかけて自分の手で花嫁を取り返してこい。それはちょっと僕一人では無理ですよ。お前はいつもそうだな。王子という身分に甘え、金や権力で全てを解決しようとする。でも王者の儀式ではあんなに大きなアルゴンハートを自分の力で。言い訳無用。わしは知っているのだぞ。バレテーラ。バレテーラ。パクパク言ってる。パク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 言ってる。さあここからですね、どうなるのか。いいんだ、なってるよね。やめて、もうラプソもう倒さなきゃいけなるから。なんだこれ、なんか立体的な感じの絵だよね。なんかね、なんだろう、 3D っぽい。なんかすごくない。なんか超なんか立体的じゃない。あれ A ボタン押していいのかな。どうなるんだこっから。剣に変わってる。剣に変わる。そうか、言ったな。これも確か剣に変わってる。お父様、いつの間に。本当にいつの間にかだわ。どこで先回りしたのよ。乗せるんだね。さあどうなる、どこでどう分岐していくんだこれで。楽しみだね。超楽しみだね。どうなるのこっから。あれ、ここまで一緒じゃん。ないよね。あれもうちょっとちゃんと調べよかったかな。よし見ていこう。ちょっと黙るわ。ちょっと黙るわ。
さあ来た。ごめん、黙った急に喋り始めたからちょっと。ありがとう。ミーティアは本当に感謝しています。ここか。これなかったもんね。あなたにはいつも助けられてばかりでしたね。でもそれも今日までにします。ミーティアはあなたなしでも強くなろうと決めました。あ、手つないでるわけではないのか。だっていつまでもあなたを独り占めにしておくのはダメだと思ったから。この絵隊長、ただいまをもってあなたの役を解きます。これはトロデン国王女としての命令です。今後ミーティアのために仕える必要はありません。だからあなたはあなた自身の信じる道を進んでください。はいね、これ間違いない、これ間違いないね、もう これ間違いない、はいで、これはいです。共にお城で兄弟のように育ち、一緒に長い旅をしてきたミーティアには分かりました。あ、胸が痛い。あなたにはミーティア以外に守るべき人ができたのですね。これではいなのね。いやちょっとこれはなんて、俺はこんな美人の姫様にこんなこと言わせてるなんて、なんてひどい男なんだ。なんてひどい男なんだ俺は。はい、これからはその人のことをしっかりと守ってあげてくださいね。もうアホさんの顔見て、顔。ミーティアもあなた方の幸せを祈っていますから。なるほどね、これでなのか。目をつぶった。なんか悟ったかのように目をつぶったぞあいつ。なんだ。あ、ジージが、ジージがいる、ジージが。わーい。あれ、これか。あんまりのんびりしてると日が暮れちゃうよ。な、これか。俺はこれのために頑張ってたんだな。ほら、早く次の町に行きましょう。まさかこれだけ。これだけ。まさかの。お、もっとなんか手をつなぐ的な。じゃあまさかのこれで終わり。あ、短い。想像の、想像よりもはるかに短いんだ。嘘だろ。お、短すぎやしねえか。セーブしますかということで。まあまあまあ、だけど、短え。超短え。俺が思ってた、はる、これ、はるかに短いんだけど。いや、びっくりしたね。まあいいでしょ。まあこれ終わった後にまたあの、隠しボスだかなんだか、あと何があるのか。ありが、俺これのために1ヶ月か。まあまあまあ、これだけのためじゃなくて、あの、もちろんなんですけども、何でしたっけ、追加ボスがまだいると思うんですよ、多分。いると思うので、なんかラスボスでもなんか強い、なんだっけな、誰かコメント教えてもらって、俺が最初に調べたのかな、3DS やる前に。なんかすんごい強い敵がいるっていうのもあったので、まあそこも含めてですね、まあ終わってから何ができるのかわかりませんが、ですね、やれる、何を動画にできるかちょっとわかりませんが、ちょっとやってみようかななんて思っておりますね。とにかくね、2ヶ月ちょっと、パート62ということで、まあ、毎日あげたわけではないので、もしかしたら2ヶ月半ほどですね、ですか。長かったような短かったのかあれなんですが、まあ楽しかったね。もう楽しかった。もうほんと、新しい仲間もありましたし、リメイクというか移植っていうんですかね。まあもう最高の出来なんじゃないですか。なんと、未だにこう、なんか中古価格も下がらないのが理由がわかるというか、もうこれは一生やっていけるゲームかなと思うぐらい、こんなにすごいのないよね。まあボイス付き、ね、良かったです。とにかく一番良かったのはやっぱ、竹立さん最高ということで。では今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それで皆さん。